ジョルジョスコラーリは、現代クレモナを代表する、バイオリン製作者、またバイオリン製作における、優れた指導者でもあり、多数の更新を排出している。1952年1月5日、クレモナのカザル・ブッターノに生まれる。クレモナのバイオリン製作学校に通い、ピエトロズ・ガラボット及びジョバッタ、モラッシーに習い、1970年に卒業。 1970年から1976年にかけてジョバッタ・モラッシーの工房で働き、その後トレッキ通りに自身の最初の工房を開設。現在ではビルジリオ通り1に弟のダニエレ・スコラーリと共同で新しい工房を構える。1974年からバイオリン製作学校で教鞭を取り、40年以上にわたり世界各地に 数多くの生徒を送り出している。そして、バイオリン製作学校における最高責任者でもある。また、クレモナで数々の養殖についている。コルジナトアデイコルシープロフェッショナライズザンキー、デルプロジェクトインテサスタート、レギオネコルジナトアデリステージズプレッソルボッテネディ、リューテゲアディ、クレモナプレシデンテデルグルッポリュータイディコンファルティギナート、デラプロビンシアディ、 クレモナプレシデンテデルコンソルジオ流体、アントニオ・ストラディバリ・ディ・クレモナ彼の作品は、過去の偉大な、クレモナの巨匠たちからインスピレーションを受けている。アマティ、ストラディバリ、グアルネリ等のモデル、とりわけ個人的なモデルなど、最大の音響効果を得るために、木材の選択、一人及び彫刻に関しての具体的な評価、評判と裏板の厚みに特に注意を払われて、作られており、 ニスは天然樹脂で構成され、黄色の下地の上に明るく柔らかで透明なオレンジ赤で、キメの美しさが強調されている。主にバイオリン・ビオラ・チェロを制作し、要望があればコントラバス、ビオラ・ダ・ガンバ、ギター、リュートなどの弦楽器も制作する。彼はまた、レオナルド・ダ・ヴィンチが発明した馬の頭蓋骨の形のリラ・ダ・ブラッチョの復元を行った。 1971年第4回、クレモナビエンナーレゴールドメダル1974年、第2回バニアカバイロ製作コンクールゴールドメダル1976年、第1回クレモナトリエンナーレオンラインゴールドメダル。ありがとうございます。